どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポンタポイント永久不滅ポイントから JAL マイルに交換していただくと 20% 増量キャンペーンのが来ておりますので、本日はねこちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、ポンタポイント永久不滅ポイントからですね、 JAL マイルに交換していただくと 20% 増量されるということで、ポンタポイントから JAL マイルっていうのはですね、11月の1日からねもう始まっていたわけなんですけども、このね永久不滅ポイントの方が発表がなくてですね、こちらないのかななんていうふうに思ってたんですけども、先日ねやっと発表されましたということで、今回ねこの2つのキャンペーンね解説ねやっていきたいなと思います。ポイントサイトのねポイントを JAL マイルにね交換されている方は、まあ基本的にねポイントサイトのポイントを JAL マイルに交換すると 50% っていう交換率になるんですよね。ですけども今回のねこのキャンペーンに合わせてね交換していただければですね、 60% で JAL マイルにね交換することができるっていう風になりますし、またね上限もありませんので、かなりおすすめなんですよね。ということでポイントサイトのポイントをね JAL マイルにね交換されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということでまずねポンタポイントから JAL マイルの交換ですね、 20% 増量キャンペーンということで、公式サイトねこんな感じになっております。こちらキャンペーン期間はですね、11月の1日から12月の31日までっていう風になっておりまして、ポンタポイントの方はですねエントリー不要なんですよね。ですので後でね実際にやりますけども、公式サイトからですねポンタポイントを JAL マイルにね交換していただければですね、 20% 増量はね受けられるっていった形になります。まあ 20% 増量っていう風になりますんで、仮にね100ポンタポイントをですね JAL マイルに交換していただくと、本来ね50マイルになるところが、まあ、60マイルに、ね、なるっていった形になります。で今回のねキャンペーンの対象者なんですけども、 JAL マイレージバンクポンタ会員、 JAL マイレージバンクローソンポンタカードビザをお持ちの JAL マイレージバンク日本地区会員の方ということで、この JAL マイレージバンクポンタ会員っていうのは、こちらね会員登録していただくだけでポンタポイントとね JAL マイルを総合的にね交換できるようになる制度なんですけども、まあ、こちらをね登録していただければですね利用することができます。でこちらのキャンペーンの積算時期なんですけども、2022年の1月末頃にねこの増量分っていうのが付与されるっていう風になっておりまして、ポンタポイントからですね JAL マイルに交換していただくと、通常分はですね1週間ぐらいで交換することができるわけなんですけども、今回のねこのキャンペーン分はですね2022年の1月末頃ということで、別々にねJAL マイルにね付与されるっていう風になりますんで、この点はね覚えておいていただきたいなという風に思います。それではですね実際にね交換やっていきたいなと思います。まずね公式サイトねちょっと概要欄に載せておきますけども、まずね JMB ポンタ会員ね、まあなってる方がほとんどだと思うんですけども、こちらのね公式サイトでちょっと下の方にね行っていただくと、 JMB ポンタ会員とはというところで、こちらでね登録することができるんですよね。 JAL マイレージバンクポンタ会員登録ということで、こちらでね会員登録を行ってください。まあこちらね会員登録してない方ですね、私はね以前に登録ねしておりますので、もう登録済んでるわけなんですけども、登録されてない方はですねこちらから登録ねしといてください。それですね交換ねしていきたいなと思います。こちらねポンタの方の、JAL マイルのね交換画面ですね、こちらもね概要欄に公式サイト載せておきますけども、こちらからね交換することができます。ポンタポイントから JAL マイルということで、このねポイント交換するっていうところを押します。そうするとですね JAL マイル交換っていうのがね出てきますね。でこれねあれなんですよね、何口みたいな感じなんですよね。で私はですねポンタポイント今何ポイントあるのかな、多分そんなないですよね。100ポイントぐらいしか多分ないと思うんで、どうしようかな。まあ、今回ね、20% 増量になりますんで、とりあえず100、これどんな感じだ ?2 ポイント1マイルっていう感じなんですね。ってことなんで、一応100ポイントね、交換しようと思います。ポンタポイント100ポイントっていうことは、JAL マイルに本来50マイルになりますけども、今回のキャンペーンで60マイルですね、なることができるんで、これで交換に進みましょう。この何口っていうのちょっと分かりづらいですね。うん。ということで、10マイル20ポイント、消費、数量5、あ、大丈夫ですね。総合計ポイント100ポイントで、交換合計マイルが50マイルって出てますね。では、これは交換に進みましょう。そうすると、あ、ここでログインがね、必要になりますね。これ AUID の方が楽だと思う。
本当ウェブだと多分あれだと思うんですね。番号入れなきゃいけないと思うんですよね。大丈夫そうですかね。はい、現在155ポイントということで、そんなに大してないですね。もうほとんどね、ポイント運用に入れちゃってるんですよね。同意するで合計100ポイントですね。はい、ここで OK ですね。合計ポイントが100ポイントですね。ではね、下の方に行って申し込みをするを押しましょう。あ、ちょっとね、画面がちっちゃくなりましたけども、申し込み完了しましたっていうのはね、記載がありますね。ということで、これで OK ですね。はい、非常に簡単ですね。こんな感じでね、ポイント交換ね、していただければなと思います。それでは次にですね、永久不滅ポイントから JAL マイルの交換ですね。こちらもね、先ほど同様で 20% 増量キャンペーンということで、公式サイトね、こんな感じになっております。マイルレートアップキャンペーンということで、200ポイントを交換すると、本来500マイルのところが600マイルにね、交換することができるっていった形になります。で、キャンペーン期間なんですけども、2021年の11月の22日から12月の22日までというふうになっておりまして、またね、永久不滅ポイントの方はエントリーが必須なんですよね。ですので、こちらね、注意してください。ポンタポイントのね、キャンペーンの方はエントリー必要なかったわけなんですけども、永久不滅ポイントのね、JAL マイルレートアップキャンペーンはエントリーが必要っていった形になります。で、永久不滅ポイントの場合はですね、1ポイント5円換算なんですよね。永久不滅ポイントで一口がですね、200ポイントっていう風になってまして、まあこちら1000円分なんですけども、まあこれをね、 JAL マイルに交換すると、500マイルにね、本来交換することができるんですけども、今回キャンペーンで 20% 増量されておりますので、1000円分のポイントが600マイルにね、交換することができるっていった形になるんですよね。ですので、まあ 20% 増量なんですけども、交換率、全体的な交換率は 60% でね、交換することができるっていった形になります。それではですね、永久不滅ポイントの方もね、実際にね、やっていきたいなと思います。ちょっとね、申し訳ないことに永久不滅ポイントですね、今ね、私持ってなくてですね、できるところまでね、やりたいなと思うんですけども、実際の交換画面はね、できないっていう風になっておりますんで、ここはね、ご了承お願いします。で、まずね、公式サイトね、概要欄に載せておきますけども、こちらね、アクセスするとこちらね、キャンペーンのページになります。まずね、エントリーが必要っていう風になりますんで、このね、エントリーはこちらっていうところからエントリーしていきます。そうするとね、セゾンカードの方に行きますんで、こちらでね、ログインが必要なのかな。はい、ログインしていきましょう。ということで、私はね、ネットアンサーでいいですかね。で、ログインしていきましょう。はい、ログインすることができました。マイルレートアップキャンペーンということで、エントリーはどこなんだろうな。あ、エントリーはこちらからってのはね、下の方にありますね。ネットアンサーにログイン、今ログインしたんですけどね、現在対象のキャンペーンはございませんって出ますね。なんでだろう、不思議だな。なんで。あ、これカードが違うのかな。いや、大丈夫そうですね。あ、ちょっと待ってください。ネットアンサーのトップにね、ありますね。なんでだろう。ここでもう一回エントリーしてみましょうかね。さっきエントリーできなかった。あ、できましたね。エントリー可能になってますね。下記のエントリーを受けたまりますということで、ちょっとこれシステムあれかもしれないですね。セゾンのネットアンサーのトップに行けばね、いいのかな。この URL もね、ちょっと概要欄に載せておきますんで、こっからやった方がいいかもしれないですね。行ったり来たりね、する気がしますね。エントリー受けたまりますということで、ここにね、JAL マイレージバンクのお得意様番号と名前ね、入力していきましょう。そうするとね、キャンペーンの申し込み確認っていう画面になりますんで、ここでね、確認を押します。はい、キャンペーンエントリー受け付けましたということで、これでね、ログインが完了っていった形になります。ではね、ちょっと交換画面まで行きましょうかね。ではね、交換していきましょう。先ほどね、ページに戻って、マイルレートアップキャンペーンですね。で、交換はこちらですね。ネットアンサーにログインっていうのがありますんで、こちらをログインしていきましょう。そうすると、あ、ありますね。そのままね、なりますね。アイテム詳細ということで、200ポイントが500ジャルマイルということで、こちらでね、交換することができます。で、こちらでですね、先ほど同様、お客様番号と名前ですね、あと生年月日と、個数ですね、これは一口が、200ポイントが500マイルということで、これの計算っぽいですね。ですんで、
このね口数でこれも入れていくっていう感じですね。でここ交換するをね押していただければ交換ねすることができるっていった形になります。ちょっとね先ほども言った通りですね、私ね今ね85ポイントぐらいしかないんですよね。申し訳ないです。ちょっとね200ポイント足りないんでね交換自体はねできないんですけども、こういった感じでね交換ねしていただければなと思います。ということで今回ですね、ポンタポイント永久不滅ポイントから JAL マイルに交換すると 20% 増量キャンペーンということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、こちらですね私がおすすめさせているポイントサイトから交換日数ですね、一応ねポンタポイントから JAL マイルに交換していただくのがですね今回のキャンペーンね利用しやすいかなというふうに思いますんで、そうなるとね基本的にポイントサイトからドットマネーでポンタポイントでJALマイルっていうルートになると思いますんで、まあねポンタポイントからJALマイルのキャンペーンは12月の31日までということで、かなりねまだキャンペーン期間ありますんで、今からね交換していただければね余裕で間に合うかなというふうに思うわけなんですけども、一応ね12月31日までっていうふうになっておりますんで、まあそれまでにですねこのルートでJAL マイルにね交換ねしといていただければなと思います。で永久不滅ポイントもね一応載せさせていただいたんですけども、ドットマネーからね永久不滅ポイントって、まあ、交換することはできるんですけども、ちょっと遠回りになりますんで、まあそう考えるとですね、ポンタポイントからJALマイルに交換していただいた方がね、ポイントサイトからだとまあ楽かなっていうふうに思いますので、ぜひね、このルートと、まあ、必要日数ですね、注意していただいて、利用ね、していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイルお得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。